今回は、医療系の動画の中から、当チャンネルで反響の大きかったものを総集編としてお届けしていく。知らないとヤバい健康の知識が盛りだくさんで、筆者としてもかなり印象に残っている動画たちだ。さて、皆さんは病気になった際、どのように病院を選んでいるだろうか？家の近くだから、という理由でなんとなく選んでいる人も多いのではないだろうか。一本目は、開業医である一致が、地雷病院の見分け方を教えてくれるこちらの動画をご覧いただこう。地域によっては選び放題の開業医。新しくピカピカのところと歴史を感じるクリニック、あなたならどっちを選びますか？今回は内科医が直々に病院の選び方を教えてくれるスレを紹介する。需要あるかな？ある。ある。みんなありがとう。現代医学では細分化されていて昔みたいに適当な医療ではやっていけない。まずは内科受診するなら内科医であること。外科医が内科の真似事してやっていけた時代は終わり。それを見抜くにはホームページ見るか情報化を見ること。行ってからわかるの？行く前にわかるの？行く前にある程度わかるようにアドバイスする。一般人は知らないかもしれんけど、〇〇買って自分で言うのは自由。目見たことない俺が眼科って改良することも可能。マジか。これは実にためになる。専門医の資格あるか見ればよい？それはある。あれって学会ごとで決めてるじゃん。認定出るのって難易度あるの？あるよ。大体専門家なら取れるレベル。あくまで良い医者である確率を上げるための指標ってことで受け止めてね。もちろん例外もある。まずは療法科。内科外科消化器科。で、床派元外科医。外科医全部が悪いわけではないが、やっぱり切るの専門の人が多い。医師取り体制でそう看板を掲げているクリニックもあるだろう。医師によって知識や技術は違えど、一つの科だけを専門にしている医師よりは、広く浅くという印象が拭えない。あと外科医って優秀な人がなりがち？そうでもない。普通40歳前後で開業する。そして開業すると、全身医療を肌で感じることができない。一生懸命勉強しても実感が伴わない。だから40から50代くらいの医師が狙い目。俺もついていこうと毎日必死に勉強してるんだけどね。精神科はいいところと悪いところで全然違うっていうよね。医師免さえあれば経験なくても精神科名乗れるの？名乗れるよ。実際そういう人いる？外科医だけど、周りに循環器科かないから内科循環器科って改良してるところは知ってる。1990年代の医療をずっと続けてる先生も全然珍しくない。俺から見ると危なくて仕方ないのによくやるなと思う。体調が悪い時、多くの人が一番最初にかかるのが地元の開業医だろう。そこで対処できない内容であれば大きな病院を紹介してもらうが、病気の可能性を見つけられずに治療が遅れてしまうのもリスキーである。親が医者でその病院を年老いたお父さん医師と一緒に切り盛りしているクリニックは良さげな感じがする。一概に言えない。内科の中でも専門家はある。特に循環器と消化器は専門性が高い。だから心疾患、例えば動悸や胸痛は循環器を療法してるクリニックに行った方がいいし、腹痛は消化器がいい。糖尿病や高血圧なんかは勉強してればなんとでもなる。循環器、消化器は機材が必要だからどうにもならない。いい医者だと病気を見抜けてダメなのだと見抜けないことってある？また経験上あった？いくらでもある。よく自慢げに出してる博士号いわゆる医学博士。これは研究で取る人が多いから、臨床能力とは無関係。むしろ4年間診療せずにラットいじって取るようなもの。次に専門医。これは本当に専門的にやってないと取れない。結構シビア。これは指導になる。流行っているかどうか。これはどっちとも言えない。流行ってるとこの方がいいと思うけど、クソ医者が流行ってるところも結構ある。流行るかどうかは立地と人当たり。近くに他のクリニックがなくてニコニコしてる無能医師でも流行る。ここまでのまとめ。ある程度若いこと。専門医であること。かっこ特に消化器と循環器。元から内科医であること。この辺はホームページ見ればわかる。ホームページないところは容易もいるけど避けた方が無難かも。あくまで確率論であって、高齢医師や外科医にも容易がいることは否定しない。じゃあ医療機器について。内視鏡は1セット1000万以上するので、20年前の機器が現役で使用されてることも珍しくない。デジタル製品で20年前の性能はお察し。内科系の病気には重大なものもある。軽い症状だと診断され改善しないままうやむやで通院を終えてしまい、さらに重くなった時には取り返しがつかないことになるというケースもある。大学病院に行くと、研修医の実験台にされるの？ある程度あるよ。大学病院に限らず総合病院にかかるってことは、その覚悟が必要。出
さんでご会長の時、足元に研修医が並んでいたという話を読んだことがある。今後の医療のためだとは分かっていても割り切りがたい。では、医療機器がいいものかどうかを見分けるには、簡単、良いものを使ってるクリニックはホームページで宣伝する。最高級の機材を。ってね。看護師も若い方が最新の医療知ってるからいいって聞いたことあるな。医療機器が良ければ、しょぼいものでは見つけられない早期の病変が見つけられる。いい機材でもクソ古いものでも、払うお金は一緒。ならいいもので受けた方がいいよね。でも、投資する方としては、良いもの買ってももらえるお金変わらないなら、古いやつ使い倒すかって考えるのは仕方ない。これやたら新しい機械仕入れてるお医者さんがいて信頼はしてるけど、習熟度とかどうなんかなって疑問には思う。古い方のが良かったわ、ハッハーとか言ってるくらいだし。医療もゲームやスポーツと同じ。年取ると腕は落ちる。目も悪くなるし、器用さは落ちるから仕方ないんじゃないかな。耳鼻科行ったら薬を5種類くらい出されて、知り合いの医者にこれ、出しすぎじゃねって聞いたら、似たような効能の薬を2つ出されてるから、1個は10割負担だよ。って言われた。地元のクリニックでやられたんだが、患者が10割負担でも3割負担でも医院に入る利益は一緒だろ。こういうことするメリットあるの？耳鼻科は出しすぎ感がある。混合診療、かっこ自費と保険の両立は違法だから、よっぽどやらないと思うんだけどな。少なくとも俺はやらない。混合診療は違法なのね。もうあそこ行かない。ちなみに花粉症で行ったからそんな特殊な病気じゃないし、強い薬、普通の薬、弱い薬かける2種類出された。風邪ひいた、喉が痛い、花粉症、高血圧、糖尿病、高コレステロール、インフルエンザなんかは、専門性が低いから若くて元気な医師のところに行けば、ほとんど変わらない。おじいさん先生だと時々危ない。軽症の場合ね、インスリンとかは専門性高いよ。ただの風邪であっても処方される薬はクリニックによっても差があり、激まずの液体薬を定番として処方を出してくるクリニックも。個人的にはそういうところも基準にして避けている。年を召した医師の方がベテランで優秀っぽいイメージある。それはない。開業医で60超えたら下り坂。そうならないようにしたいから頑張ってるけどきついだろうな。混合診療って一部で認められてるよね。例えば帝王切開の場合ってどこまで保険適用になるの？帝王切開は保険医療だよ。それはわかるけど入院費用も保険適用されるの？そうだよ。帝王切開のほか、母子ともに命の危険があり、陣痛促進剤の使用や吸引分娩などになった場合も保険が適用されるそうだ。健康保険の適用のほか、帝王切開などになると入院保険などが適用される場合もある。陣痛中はそんな説明など聞いている場合ではないので、事前に確認しておこう。研修とかはしないのかな？あと混合診療は歯医者だけじゃなかったっけ？研修なんて2年間やっただけでできるようになるほど甘くない。混合診療は歯科だけ。診療プラス検診や予防接種は例外的に認められてる。金儲け第一のところも少なからずいる。これを見極めるのは難しい。やたらエコーや MRI 進めてくるところは地雷。特にお腹の CT じゃなくて MRI 取るところは絶対にヤバい。MRI 進められてるわ。うさんくさいとこだけど他に保険で見てくれるとこも少ないし。どこの部位？首は取ってのう。それなら穴がち否定できない。万が一もあるからね。なるほどね。そこの医者にいろいろ思うとこあるから行くかはわからんけど参考にするよ。手足のしびれなどが出ている場合は脳に問題がある可能性もあるので、真っ先に MRI コースである。お腹の MRI は意味ないってこと？ほとんどないよ。肝臓、胆管、膵臓疾患が疑われて CT で怪しいから MRI なら信頼できる。お腹痛いからとりあえず MRI は論外。別の内科スレで小児科を名乗る人が、開業すれば年収5000万は固いって言ってたけど本当？年商ならありえると思うけど、年収は違うんじゃないかと思って。本当。公表されてるけど、開業医の平均年収は3000万円。趣味でやってる高齢医師含めての平均で、若手バリバリはもっともっと高い。ほぼ専業主婦の奥様を理事にして1000万円の給料払う。そして医療法人に土地建物を貸してるから賃貸料として500万円以上。車や PC、携帯、ガソリン代なんかは全て経費だから年収に含まれない。計5000は余裕。マジか。詳細ありがとう。その小児科医は頭悪そうだったから嘘かと思ってた。小児科医は個人的にかなりハードだと思うに一票。常識や言葉の通じない年齢の患者に、蔓延するモンペたち、ほんの少しのことで命を落としてしまう相手を見る医師に、尊敬すら感じるのである。3000
さて、そろそろ言いたいこと言ったけど質問ある？え、ちょっとちゃんと要点をまとめて書いてくれ。要点、50代まで外科と要望してないこと、専門性はあるから事前にホームページ見た方が良い、専門医はある程度信頼できる、医学博士は当てにならない、流行ってるかどうかは微妙だけど流行ってないところよりは良い、検査受けるなら医療機器に自信を持ってるところ（ホームページ参照）。あくまで確率論であって、これから外れてるところでも容易がいるのは否定しない。 100% ではないものの、何も調べずに初見の医者へ行くよりは良さそうである。ブログとかで何の根拠もなく RCT のメタアナリシス否定してる人見るとドン引きするんだけど。いるいる、週刊現代とかね。でも、大体俺の挙げたリストに当てはまらない人が多いよ。元放射線科医とか引退した名誉教授とか。わかる、あれほんと怖い。あと有名な人のブログとかのコメント見てるとなんかね、もういい先生とかさ。なんでこんなすれ立てたかというと、クソ医者が多いから。外科医が丸々胃腸内科とか言ってとんでもない誤診して患者さんがひどい目に遭ってたり、患者さんを金としか見てない医者がいたり、専門でもないのに急に眼科もやりだしたり。一時期コンタクトのバイトは流行ったね。あれほとんど眼科医じゃなかったよ。知り合いにも内科医引退してコンタクト眼科やってた先生いるわ。コンタクトのバイトってちょっと怖いんだけど。コンタクト処方するときには医師の診断が必要。先ほど書いたように医師はオールマイティだから眼科医である必要はない。ニーズが高い、バイト代高い、高の医師が金儲けするってこと。一般人としては胃腸内科で見た名言のある先生にお腹見てもらってたら信じちゃうよね。俺が見たら一瞬で診断できるのに。アメリカは予防医学が発達してるってよく聞くけど、日本でそういった部分を受け持つ医者とかっているかな。109にも答えてほしい。ごめん、見落としてた。予防医学って、糖尿病や高血圧の治療も脳梗塞や心筋梗塞とかの予防医学だけど、違うよね。いや、ありがとう。その答えだけで十分なものだったわ。ずうずうしく質問したのに答えてくれてありがとう。どういたしまして。むしろそういう意味での予防医学なら日本が一番でしょ。長寿世界一だからね。まずはネットで検索というか調査、それが一番だね。ホームページないとこは容易もいるけど、ハズレがわからないから避けといた方が無難。ここから医療現場では切り離せない安楽死問題の流れへと発展する。もしは今末期癌になったら、自力でトイレに行けなくなったぐらいのタイミングで、相関なしでプロポフォールとエスラックス投与して、死亡診断書うまいこと書いてくれへん？できたらいいんだけどね。今の法律だと殺人罪になっちゃうよ。安楽死が認められないのってなんで？医者サイドからの意見が知りたい。法律が追いついてないのが1番目。ラインが引けないのが2番目の理由。医療裁判は非専門家が裁くからね。ラインとかじゃなくて、死にたいって思う人が楽に死ねる制度が欲しいなって。じゃあ電車に飛び込む人もいなくなるし、未遂で苦しむ人もいなくなる。それは難しい課題だね。死にたい人を殺していいものか。やっぱり医者でも意見が分かれるところなのかな。すれち気味の質問にも答えてくれてありがとうやで。死なせてあげたい末期の人はたくさんいたけどね。自分が手を下すかどうかは別問題。ありがとうございます。無駄に式を伸ばしたいタイプの先生じゃなくてホッとしました。いつの日か世論と法律が変わることを祈ってます。親父が末期癌で苦しそうにしてたので、なおさら自分の時は楽に生きたいなぁと。死っていうのをタブーではなく身近なこと、誰にでも一回は降りかかることとして前向きに議論できる社会になってほしいですね。できればワイが末期癌になる時までに。俺は誰のためにもならない延命はしないよ。老衰の異論も点滴も、末期の人には余命が短くなろうとも全力で症状緩和する。少しでも長く生きたい人には延命するけどね。ALS になってしまった人が、近い将来自分で動いたり発言ができなくなり、命を絶つ自由すらなくなる、と嘆いていたドキュメンタリーを見たことがある。自分や家族の身に起こったと想像すると非常に難しい問題だとは思う。クリニックの評判を聞くのは大事だよね。地元の外科内科をやってるクリニックはいろんな専門医を取ってるし評判良くて、外科、内科ともちゃんとしっかり診察してくれる。そういうところもあるよね。実際、医師一人のところが多いから、その人の技量&人間性に依存しちゃうからね。ちなみに看護師や事務の評判も当てにならない。金儲けクリニックでも、それが標準医療と信じてるからね。口コミサイトで信じれる？〇〇地方の病院一覧みたいなのたくさんあるけど、乱立してる感ある。信じられない。いくらでも自演できるし。
整骨院などでは自費診療分の費用を割引するなどで、口コミを促す姑息な方法を取っているケースがある。もしくは完全な言いがかりのような長文コメントの低評価もあるので、やはりあまり当てにはならなさそうである。医者にもピンからキリまであるって人間だから当たり前なんだけど、患者からしたらこんなに恐ろしいことはないよな。例えば、中学時代の学年トップ5想像してみ。変なやついたでしょ。そいつも試験受かれば医者になれちゃうんだからね。なるほど。心療内科医って少ないの？通院先の医師が入院してから亡くなってしまった。ほとんど精神科医だね。毎日朝から晩までメンタルやられた人の診療するのは辛いと思うよ。ニーズはあるけど、なりたい人が少ない。話長くて回転率悪いから儲からないし。サンクス。だから代わりの人呼べないのか。日本内科学会の認定医とかなら安心ってこと？内科認定医は最低限の資格。ないところはやめときな。認定医と専門医って違うの？すべての基本は内科認定医。それがないと各科の専門医は取れない。総合内科専門医については長くなるしか時だから省略。理解するのに30部かかる。サンクス。認定は必須。専門医はあれば信頼度が高いってことね。普通に内科医してたら、一つは専門医取れるよ。法医学に進む人ってどんな人？医者って人を助けたいからなるもんだと思ってたけど、腐敗してたり気持ち悪い死体を解剖するのってどんな気持ち？変人。法医学は医学部じゃなくてもいいと思ってる。法医学の先生見てたらごめんなさい。刑事もののドラマなどでよく出てくる司法解剖をはじめ、召された理由を調べる人たち。医師免許の他に法医認定医資格試験か、死体解剖認定医資格試験の合格が必要となる。そんな法医学医に進む人物にも話は及ぶ。どんなタイプの変人がいた？ドラマでは素晴らしい人がやるからそういう印象がついちゃうよね。勉強はできるけど、一般社会ではやっていけないような人が多かった印象。ニート引きこもりか法医学医師かって感じ。法医学で医者じゃないけど解剖の手伝いする人が知り合いにいるけど、ちょっと話した感じ、その人はまともそうだったからちょっと意外かも。でも死体を平気で見れる時点で普通じゃないんだよね。通常の死体は医師なら誰でも平気。一般の解剖なら病理解剖じゃないの？法医は変死だよ。病院で死んだ人は病理解剖で医者に死亡診断書を書いてもらえるから仮装できるけど、事件性があるのも和装だけど、持病とか普通の死因でも病院以外で死んだ場合は死亡診断書が書けないから、法医学の医者に回されるって聞いたよ。それなら法医だね。ほとんど検視で終わるから、異常死以外の解剖は少ないよ。産業医って会社の保健室の先生みたいな感じだよね。大学病院で医者やってる人が産業医のバイトしたりするの？産業医は別に免許がいる。でもすぐ取れるけど、あれは楽でも受かる仕事だと思う。会社で健康の相談窓口があるだろうか。そこに従事する医師のことで、主に従業員の健康指導や就労が可能かなどの判断などをする。あくまで相談役で治療などは行わないのである。研究医でも産業医の免許取れるの？取れないんじゃないかな。少なくとも研修医では産業医になれないと思う。興味ないから知らなくてごめん。あ、そうだ。観光ってどう思う？ディスられまくりだけど、日本じゃ結構アゲだよね。がんの化学療法の副作用軽減とかじゃなくて、理論体系とか実力とか。消化器領域では漢方効くよ。飲む量が多くて苦いのと、ほとんど1日3回なのが難点。昼は忘れるんだよね。漢方は生薬を煎じたエキス剤だから、成分が単一ではない上にわずかに不均一。だからどの成分が効いてるかわからなくて論文にしにくい。欧米での信頼度が上がらない。欧米での信頼度が上がらないのは中国の論文の質が低いからだと思うけどそれを言ってもね。日本からもたくさん論文出てるけど、単一成分じゃないとなかなか。そしてネイチャーは漢方、カッコチャイニーズハーバルメディシンの組み合わせは理論的な裏付けは一切ないって言ってるからね。まあ漢方でも人気あるやつはあるけどね。絶対に効いてるんだけどな。下剤なんて西洋薬の比じゃないほど効く。どの成分が効いてるのか知らんけど。話戻るけど、大学病院で働いてて、産業医の資格取って産業医になって、その後研究医になった場合、産業医は続けられるの？産業医の更新してれば続けられる。楽だと思うよ。見回りしてるだけで、工場で汗水垂らして働いてる人の10人分の給料だからね。産業医は更新制なんだ。企業の人の健康相談に乗ってヤバいと思ったら病院行けって言うだけで数万もらえるとかずるいと思う。ある程度の企業は雇わなきゃいけないっていう法律だからね。需要と供給。
近くにないか、しか、整形外科のクリニックがあって親子でやってるんだけど、そういうとこはどう？いつもお世話になってるし利用する人も多いから何も思ったことはないけど。それこそホームページ見て。その要望で医師二人だと足りん気がするんだけど。小さいクリニックだから大丈夫なんじゃないのかな？ホームページ見てみるわ。歯科医がしか見て、外科医がないか整形って半端な要望出してる匂いがする。クリニックによっては蚊の表記があっても毎日の診療ではなく、曜日限定で専門医が来るケースも。整形外科の診療の日は、いつにも増してご老人でごった返して驚いたりする。学生時代の勉強のモチベってどう保ってたの？勉強は嫌いではない。普通に工学心と知的好奇心。習慣ついてしまえば苦痛じゃないよね。ご要望にお答えして、内科医に質問ないかい？なければ寝るぞ。遅くまであんがとな。楽しかったぜ。俺ももう寝るで。日本には10万を超える一般診療所が存在するというデータがある。地域によってはコンビニのようにそこかしこに存在するため、何を基準に通院するか迷うだろう。そんな時にはこのスレを思い出して、まずはホームページを見るようにしたい。そして実際に通ってみて診察の雰囲気、薬の処方、そして待ち時間や予約システムも含めて、今後のかかりつけ医を決めるのもいいかもしれない。ホームページでチェックできる部分が多く、活用できそうな知識がたくさんあった。これらの内容はあくまで一致の見解であり、絶対にそうだとは言えない。だが、筆者自身も病院選びに迷う際は参考にしている。続いては、美容に関する動画を紹介したい。SNS などでインフルエンサーが美容法を紹介している投稿を目にすることがある。フォロワー数の多い人が紹介していると、つい信じてしまいそうになるが、中には医学的根拠のない危険な方法が紛れているのかもしれない。男女ともにスキンケアを行う人がかなり増えている最近では、美容法を紹介しているインフルエンサーもかなり多くなっている。そんな中、ある YouTuber が紹介した美容法が、あまりにもハイリスクだと医師たちから非難を受けている。男さん、米のとぎ汁洗顔で古い角質を除去。皮膚科医、ガチでやめとけ。米アレルギーになるぞ。自分でできるピーリング。お米のとぎ汁洗顔を動画で説明。詳細はプロフリンクをご覧いただけると幸いです。この YouTuber が紹介した洗顔方法は、なんと米のとぎ汁で洗顔を行うものだった。動画によると、肌がツルツルになり明るくなるらしい。しかし、この洗顔方法に対して、ある皮膚科医は、お米のとぎ汁洗顔は決して真似しないでください。皮膚から食物成分が吸収されると、食物アレルギーを発症することがあります。お米のアレルギーを発症したら不便ですよね。また、米のとぎ汁に触れていた調理人の方が、米と類似した成分を含む玉ねぎへのアレルギーを起こした例もありますよ。なぜか食物成分をスキンケアに取り入れたがる方がいますが、それはハイリスクな行為です。皮膚から吸収された成分に対してはアレルギーを発症しやすいからです。例えば米が皮膚から吸収されると、米アレルギーや、米と似た成分を持つ玉ねぎへのアレルギーを生じるリスクがあります。あまり聞いたことのない米アレルギーだが、実際にアレルギーを持っている人は存在する。日本人の主食である米のアレルギーとは、日常生活に支障をきたしてしまうだろう。この恐ろしい情報に、スレミンたちの反応も様々だ。米アレルギーにはなりたくないわ。米アレルギーなんて言葉初めて聞いたわ。アレルギー検査の項目にしっかり入ってるぞ。小麦よりはるかに発症確率が低いからな。ちなみにうまい米ほどアレルギー症状が出やすい。だから米アレルギー持ちはクソまずい雪光っていう北海道米しか食えない。なんで顔だけはいかんのや。ではいいのか？米を研ぐ時の手だけなら大したことないってことだろ。それに顔は表面積が大きいぞ。顔と手じゃ吸収率全く違うからな。だから入浴剤は触れる面積広すぎるから余計あかん。体に使えるクリームでも、顔には使用してはいけないと書いてあるのを見たことはないだろうか？顔の皮膚は、スレミンの言う通り、いろいろなものを吸収してしまいやすいので注意が必要だ。なんでそんなことになってんだろ。肌の吸収率が高くて嬉しいわけないのに顔だけ吸収しやすいとか。しかもビジュアル的に一番重要なのが顔なのに。汗とか涙、鼻水とかよだれを吸収するためやろ。それを吸収して何が嬉しいんだ。原始社会では水や塩が貴重やからや。でもあかんけどな。料理人が同じ食材ずっと切っててアレルギーになったケースあるし。てことは料理人が調理時に手袋したらアレルギー予防になるんか。手打ちの蕎麦屋とか寿司屋で店主アレルギーになったんで閉店しますとか見たことないわ。老舗の丸かって蕎麦屋がアレルギーで店たたんだぜ。親戚のピザ職人が小麦アレルギーでやめたぞ。知り合いの蕎麦屋は蕎麦アレルギー発症して串焼きメインにくら替えしたぜ。そんなやついるんか。
でも昔の人はぬかで体洗ってたよね。平安時代には宮廷の女性は米の研ぎ汁で髪を洗ってたって聞いたことあるわ。民間療法未満のバズらせたいだけのオリジナル健康法流行りすぎやねん。界隈のインフルエンサーみたいなのが。これすごすぎます。僕は、になりました。ってみんな猿みたいに真似し始める。こう？日光浴本膜さ。なお科学的根拠はない模様。テレビ番組で取り上げられるほど一時期話題になった謎の健康法だが、見た目のインパクトが強すぎる。くさ、日向ぼっこ自体気持ちいいのでセーフ。健康かどうかは知らんけど楽しそうじゃね？これやったことあるけどマジでポカポカになる。ただ紫外線吸収やばそうやでこれ。マジでやったのか。そりゃ晴れた日に外出たらポカポカするやろ。これ自宅の敷地内でやったら外から、ル見えててもギリ合法なんかな。そもそもは、ルは露出しても捕まらないやっけ？敷地内でも公然わいせつは成立する。皆さんは絶対に真似しないように。うつに効きそう。すべてがアホ臭くなって治りそうだよな。確かにな。うつと不眠とストレス解消にはすげえ効きそう。解放感たっぷりやな。日光浴に効果があるとしてもこう、さらす意味はあるのか。それはもう気が狂うほど気持ちがええんぜ。気が狂ってるからこう、おさらけ出そうと考えるようになるのでは？気が狂ってても時々プライベートな空間でこう、日光浴をすることで良好な日常生活を送れるなら別にやってもええと思わんか？簡単に説明すると消化管には免疫官僚っていう、外界の物質に対して異物として処理しない機構が完成されとるんや。それを目や鼻の粘膜だったり薄い顔の皮膚から取り入れると簡単にアレルギー反応が起こる。では表皮の角層が分厚いからセーフや。はい、わかりやすい。先生と呼ばせてくれ。こう、から酒飲むと危険ってやつやな。勉強になった。物に触ることの多い手にはガードが働いてるってことやな。体って面白いな。食物アレルギーの存在がこのレス完全に否定しててくさ。こういうのって自分で書いてておかしいと思わんのかな。食物アレルギーの一つの原因として経費換算があるってことやで。有名な話や。難しい言葉知ってて偉いね。これで満足？ついでに言うと何の説明にもなってないからで直してきな。くさ。反論放棄。米の研ぎ汁で顔洗ったら皮膚から体に入ってアレルギーになる。じゃあ米食ったら粘膜から体に入ってアレルギーになるんか？頭悪そう。恥ずかしくないんかな。脳みそ小さかったりする？ボコボコでくさ。消化管は免疫官僚システムが完成されてるから起こらない。それなら水で顔洗ったら水アレルギーになるはずだよね。はい、論破。君らハゲに効くからって頭皮に何か塗りたくるのも場合によっちゃリスキーだぞ。おらんやろそんなやつ。もしかして蜂蜜肌に塗りたくってたら蜂蜜アレルギーになるんか？困るんやけど。医療系の陰謀論やデマは危険が危なすぎるから強めの法規制かけた方がええやろ。ステロイド使わんと赤ちゃんアトピーでボロボロにしたやつとか見てられん。ああいうの自動大で捕まらんかな。ステロイドは塗った部分の炎症を抑える効果があるもので、アトピーによく使われている。赤ちゃんのアトピーにステロイドを使わないといったことがある。ワイは顔洗うときヤスリ使っとるで。かなりおすすめやから試してみるとええで。番手は何番あたりから始めたらええんか？2桁あたりを使うとええで。顔ズタズタでくさ。ロボジーミンわらわらでくさ。 AI 搭載してそれかお前ら。ヤスリは数字が小さいほど荒い。痛いどころの騒ぎじゃない。米の研ぎ汁洗顔もそうだが、こういった根拠の薄い危険美容は他にもある。それをアルスレミンが紹介した。マジでやめとけよ。究極塩洗顔液の作り方。1、精製水に天日塩を 5g 入れる。塩の量は好みで増減か、オプションでにがりを適量入れて蓋をしてフリフリ、冷蔵庫で保管。1日何回でも好きなタイミングで洗顔して OK。 2年間治らなかった眼球の傷を3日で治してくれた実にけしからん液体。拡散禁止。なんと、目薬を自作して使っているという、危険な行為だと思われるこのツイートに対し、眼科医から注意喚起が出される。申し上げまででもありませんが、このような手作り目薬は、目表面浸透圧。組織構造関係において眼球損傷、衛生管理関係において角膜感染症を引き起こすリスクが高く、禁忌と考えます。何もかもでたらめすぎて、むしろコメントするレベルに値しない。ぐっと耐えてマジレスすると。目に無害な人工涙液としてなら塩化ナトリウム濃度 0.4% が適切。5g 食塩を約 10ml 蒸留水に。26% の飽和食塩水プラス食塩残差。角膜並びに眼球損傷リスク大。にがり。洗顔として使用不可。作り方が不潔で角膜感染症のリスク。この眼科医の言う通り、かなり危険な行為だ。目に入れる薬については、自作はリスクしかない。皆さんは真似しないように。今日も元気に活動中。体を石鹸代わりに塩で洗ってみると嬉しいことがたくさんある。
皮膚に張りとツヤが出て、お肌がツルツルになって、かゆみが止まって、皮膚代謝が上がって体がポカポカして、湯冷めしなくなる。しかもすぐ体感できちゃうから、いろんなものが不要になってしまう。企業的には困るから絶対にやったらあかん。くさ、注文の多い料理店かよ。塩の結晶は正六面体という形をしており、角が6つある構造だ。その角によって皮膚が傷ついてしまう恐れや、その傷から塩が入り込んでしまう危険性もある。あまり真似はおすすめしない。自然由来とかやたらとありがたがる風潮あるよな。牛乳石鹸ってやばいんか？牛脂だけでタンパク質はほぼ入ってないはずやから大丈夫なはずやと思う。でも植物由来はあかんのやったら人気のハト麦化粧水とかもあかんやん。ゆず湯やったら柑橘類アレルギーになったりするんか？鹿とかオリーブオイルとかどうすんねん。キウイとかパイナップルとか唇周りが荒れやすいフルーツもアレルギー誘発しやすいからな。メロン食うと喉荒れるわ。自然母がツイートする肌ボロボロの赤ちゃん見ると引くでほんま。便所のソープで手洗うとカッサカサになるんやけどこれ何？油を落とす力が強いから。ちなみに医師の見解だったり政府に対して自分で考えず簡単に反発姿勢を取るのは劣気とした精神病だよ。反抗挑発症反抗挑戦性障害とも呼ばれますわ。否定的、反抗的、不服従の行動を繰り返し起こす病気で、多くの場合、権威のある人物が対象になります。陰謀論者全員これやんくさ。職質を絶対拒否してトラブルになる人もこれか。偉い人が辞めろっていうのはそれでも受けられなくなるから隠したいんだって思考になるとやばいな。保湿をするのはまだわかるが洗顔剤使うやつの意味がわからん。クレンジングとか以外はぬるま湯が一番ええんやで。ニキビできる人はこまめにぬるま湯か水洗顔してみな。洗顔を入念にすると、逆に肌のバリア機能も剥がしてしまい、かえって肌荒れしてしまうことがある。ちなみに洗顔は35度程度のぬるま湯がいいとされていることが多いので、気になる方は試してみてほしい。ワイがこの前バーで知り合った医者が化粧水やら乳液やら、パックは何一つ効果ないって言ってたけどマジなんか？保湿は大事やで。洗顔しすぎも良くないけどな。ワイ水素水心からバカにしてたけど世の中単純に水を飲まなすぎて免疫力不足になるアホが普通に多いから。水素水飲みまくった結果健康になる人が割といるって聞いた時は笑った。面白いな。確かに水ってどんだけ飲んだらいいかわからんわ。自然派ってもう科学通じないからな。金属アレルギーの8割がピアスが原因らしいしな。これマジ？信じてもいいの？銀歯もあると思うわ。医者もピンキリやからな。文献引用もせず主張してくるやつは怪しい。洗顔や自作の目薬など、家庭で真似してしまうような危険な美容が増え続けているとともに、美容医療でも、批判を受けた手術があることをご存知だろうか。それが次に紹介する血液クレンジングというものだ。血液クレンジングと水素点滴、栄養分析検査を受けられていきました。一時期流行った血液クレンジングは、採血した血液にオゾンガスを混ぜ、それをまた体内に戻すというものだ。健康にいいと言われ、多数の芸能人も実践した血液クレンジングだが、科学的根拠は一切ない。怖いよ。これ詳しくないけど効果あるん？色が変化するだけでいき。血液には、酸素を運ぶヘモグロビンが多く含まれている。このヘモグロビンが酸素と結合すると、より鮮やかな赤色になるが、逆に酸素がないと暗い赤色をしている。そのため、酸素が多い動脈血は鮮やかに赤く、逆に酸素が少ない静脈血は暗く濁ったように見える。血液クレンジングではこの静脈血を採血し、酸素の仲間であるオゾンを混ぜている。つまり、ヘモグロビンを赤くして色を変え、綺麗になったように見せているだけだ。不摂生でろくに腎臓液してない難治移民には効果あるんやないか？人工透析みたいな感じで。腎臓は老廃物を取るので酸素追加するならやるのは早やで。オゾンだから酸素供給も過剰でヤバそうやが。月に1回ぐらい突然全身が痒くなって顔が真っ赤になったりするんやけど。多分何かのアレルギーなんやろな。食うものいちいち写真撮っとくと病院行くとき便利らしいよ。アレルギーっぽいから調べてくれって言えば総合キットで調べてくれるぞ。Y は甲殻類となんかの雑草とホコリだったかな。やめてくれ。アレルギー検査ってほんまに扱い難しくって、偽陽性とか普通に出まくるから無駄に当てずっぽうにやるもんちゃう。いくつかこれかなってあたりを絞ってやる分には多少意味があるもんや。今まで食って問題なかったものが陽性と出たって避ける必要とかないからな。政治が確かカバアレルギーなんよな。ワイらのご先祖様がアフリカいた時にアレルギーになったんかもな。あかん面白い。あるテレビ番組でアレルギー検査をした際の画像だ。たくさんのアレルギーがあるから危険という内容だったようだが、スレミンの一人はこの結果に疑問があるようだ。ほれこういうのがほんま害悪なのよ。こんな結果出たところで何も意味がない。これを食べると毎回皮疹が出るとかってもんを調べるなら意味はある。普通の食品で害があるならこれまで生きてたら気づくしな。
普段から食ってるものが実はアレルギーで、アレルギー反応状態が通常状態になってるパターンもあるんじゃないか？そういう患者は調べないと気づけもしない。大谷とか調べたら普段から食ってるものがアレルギーでやめたって記事で見たような。自分の体について知見が得られることは有益やろ。いや、偽陽性が多い。まあ試しに一つずつ陽性と出たものを避けて体調の変化を見てみるのもありかなとは思うけど、データに現れないレベルじゃ万人には勧められんな。N 数を稼がないで一回の思考で信じるべきじゃないって意見なら賛同する。やるべきじゃないって意見には賛同できないけど。まあやってもいいけど大変やし厳密にやれるかなって感じよ。偽陽性のパターンが多いし労力も大変でそれに見合うかはわからんけど、好きにすればいいんじゃないと説明するなわいなら。医者にもそんな感じで言われたな。カニはやっぱアウトやろうな。他は頭の隅に入れとくといいかなって感じで。せやね。チナは芋皮膚科や。ギリギリの量があるから試してみるのも手や玄関作業法とか普通にあるし。ただしそれはめちゃくちゃデリケートな治療なんで絶対専門の医療機関でやらなあかんで。アレルギーは量関係なく起こるからやめた方がいい。保湿クリームアレルギーとかもあるんだろうか。そんな簡単にアレルギーなるんならユズ風呂入ったらユズアレルギーなるんじゃないの？ユズをただ浮かせた風呂じゃなくて果汁をしっかり使った風呂に日常的に入ってたらなるよ。でもユズ風呂ってただユズ浮かせてるだけだし何よりたまにしか入らんやろ。わいこれ経験あるわ。中学の頃にキビ用の洗顔で毎晩ゴシゴシすり洗いしてたら、顔のバリア機能全部そぎ落とすことになってその年の冬に顔面がぐちゃぐちゃになったんやけど、乾燥に耐えられるようにってその時いろいろ試した保湿クリームが、症状落ち着いた今でも塗るとアレルギー反応出て炎症する。こするからやろ。洗顔とか泡つけてすぐ落とすだけなのに。そう。当時それを知らんくてすればするほどニキビに効くと思い込んでたんや。これってほんま大事だよな。特に SNS 社会の現代においてこいつがどうこうは置いといてさ。大豆イソフラボンとかは大丈夫なんか？抽出したらいいものはたくさんあるだろうが、じゃあ何がアレルギーに反応してるかよう知らんわ。乳酸菌は過大評価説もあるけどロマンあるわ。そもそもなんで米の研ぎ汁が美容にいいとされてるんだよ。色で判断してるだろ。古代から実際に石鹸代わりに使われてたんよ。実際現在のものより効果も弱いけど石鹸や洗剤として力はある。研ぎ汁ってフローリングの床拭くのにいいとか聞いたことあるけど、仮にそうだとしても米臭くなりそうだしやんねえわってなったな。茶の雫みたいなことが起きるわけ？茶の雫の悲劇はもう忘れられたんやな。茶の雫事件とか記憶しとるからそういうことはしないわ。自然発ぽいってだけで盲信するの危険だわ。自分に合う美容法というのは人それぞれだ。だが、このスレに出ているもののように、実は危険なものがおすすめされていることも残念ながら多い。そういった美容に関する危険な事件の中で有名なのが、スレの最後にも出た茶の雫石鹸だろう。皆さんはこの事件を覚えているだろうか。茶の雫石鹸とかいう石鹸史上最低最悪の化学兵器。ワイも一時期使ってたからほんと怖い。2009年から2011年頃にかけて起こった、茶の雫石鹸事件。お茶の葉が有効成分として含まれている石鹸であり、口コミや CM でかなり効果のある石鹸として広まっていった。最終的には450万人が使ったほどの大ヒット商品だ。何があかんのや？この石鹸使ったら重度の小麦アレルギーになるバイオテロ兵器。すごい細かくした小麦粉が入ってて使ってると、細胞の隙間に小麦粉が入って小麦アレルギーを発症する。小麦が細かすぎてもアレルギー起きない。そこそこでかいけど皮膚には入るっていう絶妙なサイズだったのがあかんかったんや。大ヒットしたのは良かったが、この石鹸を使っている人に小麦アレルギーが続出した。様々な検証の結果、この石鹸に使われていた小麦粉の成分によって、アレルギーが誘発されてしまったことが分かった。1歳から90歳以上まで、被害者は2000人を超える大事件となった。被害者、パンも麺類も食べられない。辛いです。マヤミキ、諦めないでー。しょう。女優のマヤミキ氏がイメージキャラクターを務め、耳に残る諦めないで、というフレーズを覚えている人も多いだろう。今も売ってるのが怖いわ。うせやろ？現在の有価の石鹸2010年12月8日より販売しております石鹸は、小麦由来成分を除いたものでございますので、どうぞご安心してご使用くださいませ。ってことで普通に売ってる。名前を有価の石、茶の雫に変えた。これほんまに誠実な対応という名の賠償しとるの？倒産どころじゃすまんやろ。断固として罪は認めないけど石鹸送れば交換はしたるで。だそうや。その後被害者弁護団が結成され、全国15カ所の裁判所で有価、フェニックス、片山科学工業研究所の3社に総額70億4000万円の損害賠償を求める集団訴訟に発展。有価側は請求棄却を求めて争う姿勢を見せている。
優香側は裁判の弁論の中で、アレルギーは体質や遺伝の問題であり、すべての使用者が発症するわけではない。小麦アレルギーはパンを食べて発症することがあるので、アレルギー源としてはパンも石鹸と同様である。と述べ、商品の欠陥ではないと主張している。迷惑はかけた、でもワイラは悪くないの精神。お茶に対する熱い風評被害。自分の母ちゃんが被害に遭うと思うと許さんわ。ああいうの怖いから健康系の商品の CM なんて出演したらあかんね。ありとあらゆる食べ物がアウトになるんやっけ？小麦系だけだっけ？小麦はダメやで。というか全部ダメだったら何食えばええねん。小麦タンパクに抗体できるから小麦食べられなくなる。小麦使ってるものだけやで。食パン、揚げ物、お菓子ほぼ全部。あと調味料の味噌、醤油にも含まれてることあるで。小麦アレルギーを引き起こす可能性のある成分が入ってるとかだっけ？アナフィラキシーで。ぬやつおってもおかしくないくらいのやつ。小麦タンパクを小さく分解したものを洗剤補助剤として入れてたんやで。物質自体は安全やし他でも使われてるものだけど、ここが使ってたのだけ免疫誘導されてしまったんや。よくわからんけど運が悪かったんか？化粧品は安全性試験とか行わなくても出せるから、100% メーカー責任とはいえ、悪いものと思って出したわけではないって感じやな。被害としては最悪の結果やけどな。ほん。なんで茶の雫だけが免疫誘導とやらを起こしたんかわからんけど。グルパール 19S 中素材を使ったからや。石鹸の成分と合わさって触れるだけで体に染み込んでいく化学兵器とかした。免疫誘導っていわゆる風邪とかウイルスかかった時に抗体ができるってやつや。免疫自体は体の防御策で大事なんだけど、過剰に反応すると花粉症みたいにアレルギー反応が起きる。で、免疫誘導は顔認識みたいなもんである程度大きいタンパクじゃないと誘導されなくて、他の企業のは小さかったから問題なかったんだけど、ここのは大きめのやつやったんや。逆やで、旧茶の雫が分子小さかったんやで。通常、分子量1000以下、マヤミキ石鹸。分子量5万から6万、らしいで。茶の雫石鹸に使われていたグルパール 19S は、作られる過程でくっつき大きな塊になったり、分解に強い成分に変化したりしたとされている。これにより、他の化粧品に含まれる小麦成分よりも、強くアレルギーを誘発してしまった。マヤミキが朝の情報番組に出てるのは未だに違和感。別にマヤミキが悪いわけちゃうし。悪いやろ。まあマヤミキが作ったわけじゃないけど、金もらって広告塔にはなったわけやん。ペニーオークション宣伝してた永井勝とかと、被害者に迷惑かけた事実は変わらないって俺は思っちゃうんだよな。広告塔やるってことはそういう責任はついて回るよな。そういう台本とはいえ勝手使うように進める言葉を本人が喋ってるんだから。朝の帯に出続けてるしマヤミキは使ってなかったんやろな。一時期ラジオでゴリ押ししまくってた。顔に針が出るんですよね。張り詰めた風船みたいなって。アレルギー反応で顔膨れ上がっとるやんけ。小麦アウトとかゾッとするわ。どうやって暮らしてるんや。小麦アウトなら牛丼屋ですらアウトやからな。マジであらゆる食べ物に小麦は入ってる。ま、誰とかに入ってんのか。小麦って醤油味噌にも使うから半分罪だわな。生野菜と米と生魚ぐらいしか食えんな。もちもちの泡で保湿画とかアホみたいな宣伝やっとったな。泡の質感出すのに小麦由来の成分入れとるから肌から異常な量の小麦が入ってきて。免疫が過剰反応、無事小麦アレルギーというあれやった。大抵の食品に小麦入っとるから地獄やで。ワイの家にもそんな感じの石鹸あった気がするけど小麦アレルギーはおらんな。この石鹸だけ小麦成分が細かくしすぎて皮膚細胞通り抜けてアウトだったんや。ちゃんとしたやつは皮膚から浸透しない粒子サイズになってるはず。アレルギーじゃないやつまで無理やりアレルギー体質にしてしまうとか恐ろしすぎない。これがわからん。パンとか小麦製品を普段から食ってたわけやろ。胃から吸収してたわけやろ。人間は口から入るものに関してはそういう反応が起こりにくいようになってる。卵アレルギーとかも最近は経口免疫療法っていうのがあって、アレルギー反応が緩和されるようになってきてる。小麦抜きで生活しようと思ったら、寝るわな。ファストフードは牛丼以外全滅でコンビニもほぼ全てあかん。麺類は4以外食えないとかきつすぎやろ。牛丼も醤油で麦使われてるから無理やぞ。どうやって生きていくんや。全部自炊しろやってことか。米と野菜と塩と肉、魚でどうにかって考えればいけるやん。味噌汁食えないのはワイにとっては無理や。一応味噌も醤油も小麦大麦使わない代替商品あるらしいわ。それでも自炊しかできんのはきっついな。天ぷらとかフライ系食えないのはきっついわ。米粉でできんかね。パリパリになりそうやが。他のやつと一緒に揚げるだけでアウトやぞ。米粉のもたまにあるよな。みんなで飯食いに行けないのが一番辛いわ。よくこの会社残ってるね。後続商品が売れてるんやろか。
確かに最近 CM に異品なと思ったらそんな事件あったんか。まっまに茶の雫買っといてって言われたわいは渡された2万をパチ屋に突っ込んだんや。その半年後やな小麦アレルギー問題で社会が騒いだの。あり、いやクズ行為とクズ行為が掛け合わされて良くなったけうなれ。やっぱりマイナスかけるマイナスはプラスやったんやな。食べられないもの。ひえ。好物ばっかりや。これ発症率 100% なん。それとも運悪く使った人の中の運悪かった人だけ？ 100% ではない。使ってた頻度とか体質とかもいろいろ絡んでるけど人数が多すぎる。これ何人ぐらい発症したん？2000人ぐらいじゃなかったか。結構多いんやな。みんな中途半端に使ったからまだら模様みたいに汚くなった。ワイはそこからさらに使い続けたから真の美白になったわ。それまた別のやつやろ。金棒やったっけ？せやな。美白化粧品でマジで色素消したやつや。これはすごいよな。本当に美白効果があった唯一の化粧品ちゃうんか。金棒。2013年、大手化粧品メーカーである金棒は、ロドデノールという成分を含んだ美白化粧水を発売した。美白と銘打ったからには白くなる効果が期待できるものだったが、皮膚がまだらに白くなる白斑という症状を引き起こしてしまった。これ副作用あるんか？ないで。全体的に白くなるのかと思ったら人によってまだらやったから問題になっただけや。ロドデノールは皮膚の色素成分であるメラニン生成を抑える効果があるが、抑えた後にできる物質が細胞を攻撃してしまう。その結果、逆に白くなりすぎたり、白くなる箇所がまだらになったりしてしまったという。これ、うまいこと制御できたら最強の美白じゃね？今調べたら加水分解小麦自体は化粧品で使われとるんやな。有価が委託し取ったフェニックス社というとこで作ってた分だけ。加水分解小麦グループ R19S という成分やったからあかんかったんやな。他のとこで作ってたのは成分的に問題なかったみたいやね。それはいいやつなんかね。グループ R19S は化粧品で使われとったみたいやけど、小麦アレルギー報告が相次いでいて問題にされとったみたいや。ただ茶の雫という石鹸でここまで話題になった感じやね。韓国ではそれを上回る。人空気清浄機というのがあってだな。塩素混じるやつやっけ？空気清浄機というか加湿器やね。加湿器にセットする水を殺菌する液体が原因だったはずやで。加湿器用の殺菌剤として発売されたものの中に入っていた成分が、加湿器によって蒸気になったことにより、呼吸困難を引き起こしてしまったという事件だ。この殺菌成分は人体に対して安全なものだったが、皮膚からの吸収で安全なだけであり、吸入では毒になるというのが原因だった。アレルギーとかいう人類の欠陥。免疫が優秀すぎるだけに切り捨てられない。免疫優秀やから花粉症のやつにはガンが少ないんやで。なんで福岡県って怪しい通販会社がいっぱいあるんや？大陸に近いからかな。税金使っていろんなベンチャー支援をしたんやけど、支援されたベンチャーの中で生き残ったのがたまたま健康食品ベンチャーってだけ。そしてベンチャーってうさんくさいもので商売するのが基本やしね。これ、当時謎の擁護するやつがむちゃくちゃ湧いてたんやで。多かったのが小麦アレルギーは数年で自然に消滅するというもの。アレルギーの仕組みを分かってないの丸出しレスなのに、まとめブログでもこの主張が正しいというスタンスでまとめてるのが多かった。その点水素水って安心だよな。名前残してるのはあくまで因果関係を認めないってスタンスだからか？はい。勉強なるわ。肌から摂取があかんのやね。しかし気の毒や。一回アレルギーになっても打たら戻らんとか血管機能すぎるやろ。どんだけ過剰反応やねん。アレルギーをリセットする薬とか開発できたらノーベル賞取れるんかな。抗体すべて消すとかやばすぎるわ。一回全部リセットした後に必要な分だけ追加するとか。なんとかできんのかな。小麦はさすがにかわいそすぎるわ。アレルギー反応停止とか全免疫系機能停止と同じやぞ。エイズ発症した状態やな。エイズは体の中で起こる免疫反応をすべて弱くしてしまう。普段なら問題ないような風邪で、命を落としてしまう危険性があるくらいだ。アレルギーは嫌な症状ではあるが、それほど人間の免疫反応というのは大切なものなのである。斉藤勇樹の卵アレルギーも相当大変だよな。そば粉に携わり続けるとそばアレルギーになるのはガチやで。特に幼少期から携わっとるとなりやすいかもしれん。ソースはそば屋の息子の愛。コップに注ぎ続けた水が溢れる状態になることを、アレルギーの発症と例える話もあって、人によって許容量は違うかもしれんけど、何でも過剰摂取は良くないんやな。そういやなんかパン屋が小麦アレルギーになりやすいとか聞いたことあるな。割と大々的に CM しとったし、未だにこういうこと起こりうるのが怖いわ。口外病の頃から何も学習してへんやんけ。まああれとは性質はちょっと違うが。効果があると信じて使った結果、アレルギーや白斑などの症状が出てしまう。こんなに悲しいことはないだろう。情報を鵜呑みにせず、本当に正しいかどうか、
本当に効果があるかどうか見極める知識をつけることが、実は美容への近道なのかもしれない。効果がないどころか、アレルギーになる危険性があるとは恐ろしい。茶の雫石鹸もそうだが、食べ物を美容に使うことはリスクが伴う。皆さんも怪しい美容法には気をつけてほしい。最後は、延命治療に関するスレッドだ。日本のスターである志村健さんがコロナに疾患し、旅立ってしまったのも記憶に新しい。その際にエクモと呼ばれる人工肺が使用されたが、実際の医者たちは、このエクモを使用した延命治療にどのような意見を持っているのだろうか。皆さんは、延命治療の実態についてご存知だろうか？延命することで、当事者の体に何が起こっているかを、理解している人は少ないだろう。現役医師の一致が語る、延命治療の実態についてを見ていこう。2020年3月30日、タレントの志村健さんが新型コロナによって亡くなった。今回紹介するスレは、志村さんが延命治療を行っていることが報道されていた頃のもの。志村さんは、感染症専門医がいる病院で、人工心肺装置エクモによる治療を受けていた。底辺医師だけど志村健についてつらつら語る。エクモに関してはもうダメやなと思う。当時、志村さんの秘宝が出た際に、人気急上昇したスレでもある。このスレが活発だった時は、志村さんが治療を受けている最中の3月27日頃、底辺医師と自重する一致は、つらつらと語るのだった。簡単に言うとエクモは人工心肺や、血を全身に回すという作業と、酸素を吸って二酸化炭素を出すというのをしてくれる機械だと思ってくれ。何がダメなのか説明しろ読むのを。酸素を吸って二酸化炭素を出す。おそらくこの部分を機械に頼ってるとこじゃね。つまり体が病気に打ち勝つまでの時間稼ぎとも言える。つまりは一般的にはインフルの急性増悪とか、ウイルス性心筋症、心疾患の手術期に一時的に使う程度や。インフルの急性増悪？ウイルス性心筋炎？適当なこと抜かしてんじゃねえぞ小僧。ウイルス性の心筋炎とかなんてバリバリエクモ使うやろ。一致に対して当たりの強いスレミンたち。当時は、新型コロナが世界で流行し始めて、WHO がパンデミック認定してすぐの頃である。志村さんの感染が報道された同時期には、東京では週末の外出自粛を要請された。志村健の場合は高齢と持病もあって回復は絶望的と見ていいのか？志村さんは、禁煙に成功していたものの、以前は1日の喫煙本数が60本のヘビースモーカー。さらに、70歳の高齢に加え、持病の肺気腫があったため、肺炎の進行がかなり早かったそう。それを今回みたいな症例に使うとどうなるかわかるか？心臓とか肺はボロボロ、体に異物入れても大丈夫なように高揚庫、高血小板剤とか使うから体中から血が出るし、脳出血とかバリバリ起きる。でも機械が回ってるから寝ない。寝ないの怖い。そうだよ。俺がエクモ入れて亡くなった患者は、患者家族から悪魔って言われたよ。それほど地獄。それを誰も言わないし、言えないんや。懸命に治療を施してもなお、遺族に恨まれるなんて、いたたまれない。お医者さん今日のお仕事はどうしたの？何のためにしてるの？どんな奇跡を待ってるの？そもそもウイルス性の肺炎で70歳、しかもヘビースモーカーなんて普通はエクモの対象にはならん。多分 ICU で患者見たことある医者ならみんな感じてるはずや。それでしたのははっきり言って上級国民だからやろうな。酸素の供給を止めずに二酸化炭素を体内に残すと息苦しいまま寝ないという拷問になる。エクモはそんなことできないけど、低酸素より高二酸化炭素の方が楽に寝るよ。意識なくなるから。実際どうしようもない肺疾患の人の場合、お見取りの際は二酸化炭素高くして、意識落としてお見取りする場合もある。最悪なのは肺高血圧とか間質性肺炎で酸素だけ低くなるパターン。これも地獄。じゃあ活かしてるだけってことなん？そうだよ。エクモでうまくいかないとどうなるか。エクモって足の付け根でバイパスするから、足の血流減るんだよね。だから足の先から腐っていく。これ本当だよ。その上で徐々に体のいろんなとこがしていく。最後は脳出血するか、大量下血、他の感染症で打ち取られることが多いな。はっきり言って地獄だよ。多分一回でも経験した医者なら志村健にはエクモ入れないはずだ。ウイルス研究者です。志村健さんの話題からはそれますが、ウイルスが、比較的温度の高い肺の末梢で増殖してるから、低体温療法しつつオルベスコっていうのはなし。体温落とすと免疫下げるからダメかな。そもそもステロイドパルス効かないのにオルベスコなんて効かないやろ。すまん勉強してないからウイルス肺炎に低体温療法についてはわからんわ。ごめんな。コロナ、エクモで日本で、誰は今のとこ一例もないって記事見たけど。エクモって、もしうまくいかなかったら地獄だってこととか、一日のかかる値段とか考えて、普通は若い人にしかしない。年寄りにやってもうまくいかんと思うよ。俺の親父65でタバコ吸うけど、
もしコロナで同じ状況になったら多分エクモはしないな。免許持ってなくてこんなすれ立てたら一発で捕まっちゃうからな。持ってるから大丈夫やで。もし来たら逆に訴えた奴に民事で行くから安心しとけ。俺が思うに志村本人はこのゴミを読んで生きながら得たいと思ってるかどうかだよ。もういい歳なんだし人生終えても悔いはないでしょ。それを周囲の芸能関係者が金になるからと無理やり蘇生させようとしてるようにしか思えん。実際に苦しい時につけますかって言われたらそらつけるやろ。愛し死体者の責任でもある。俺ならおそらく廃棄種であろう70歳のウイルス性肺炎に相関とかエクモなんてしない。やってもネーザルハイフローか CPAP かな。 CPAP も同期できないと苦しいんだけどね。お前って何かの専門医なん？内科です。循環器、呼吸器ではないけど、今までエクモは2回回したことあるよ。ウイルスの方がもう複数あると思うんだけどどう思う？1じゃないけど高齢者はほぼ総じて重症化、防してるケースが多いけど、若いやつに至ってはのやつもいればほぼノーダメージのケースも多いからな。ウイルス自体に個体差があるのかなと思う。どうなんだろうね。初めは炎症によるものと思ってたけど、ステロイドパルス効かないらしいし、なんなんやろうな。俺はラッキーなことに今臨床離れてネズミさん相手だから見なくていいが、今対応してる医師やスタッフは辛いだろうな。マジで人間相手に接触して飯食ってるやつって割り食ってるよな。動物実験とか地味な仕事でも人と接触しなくていいだけ得してる。結果論だが大学院行ってよかったわ。もう古典演じのお医者さんごっことか臭すぎない？よくわかんないけどすまんな。質問以外には反応するのやめるからごめんな。すまん、俺らみんなニートだから専門用語は使えてくれ。すまんな。わからない用語あれば質問してくれ。俺にわかるレベルで答える。みんな話してるのはこれで志村が亡くなったらまあその通りだけど、万が一復活した場合どうするかってこと。志村でも良くなったんやから俺にも呼吸器エクモつけろっていう高齢者出てくるよね。気持ちはわかるが、それをどうすればいいかはマジむずいよな。飯塚だって家でゴロゴロ寝てるんだし、上級は特別って認識はもう世間にも浸透してるだろ。飯塚とは東池袋自動車暴走傷事故の加害者のこと。旧通産省の元高級官僚だったことから、メディアが容疑者と呼称せず元官僚や元院長と呼んだことや、すぐに逮捕されなかったことで上級国民だからという言葉が飛び交っていた。俺は志村は上級だから高度な医療を受けれていいなぁと思ってたけど、このスレ見たら使用する場合大変なリスクがあるっていうのは想像してなかったから、そうなると志村がかなり気の毒に思えてきた。はっきり言って不幸だよ。多分肺気腫あるから相関してもビープかけれないんだろうな。肺が破けるから、だからエクモに行ったんだろうが。リーク情報によるとエクモしてから肺が回復し出すまでに2週間くらいかかるんだろ。これでダメなら棒で治っても後遺症か。専門の ICU 医師ならできるかもだけど、普通はエクモ2周も回すとか至難の技だよ。どこかで出血するか感染症になる。まあ多少嘘入れるけど、いい症例な。40代の健康な人、タコツボ心筋症で心機能低下、一時的にエクモ入れて、3日くらいで外せた。無事に帰る。良くないのは50代の糖尿病、インフルエンザプラス肺炎球菌肺炎。なぜか指摘してたのに肺炎球菌ワクチン打たず。この人は苦しみながら2週間くらいで亡くなった。50代でも基礎疾患あるやつはきついんや。70にエクモ入れるなんて普通ないと思う。あってもエースの術前とかじゃないかな。今回の志村のケースはセオリー一切無視の反則ってことか。志村も何十年も芸能界のトップ走ってたやつだから波の精神力じゃねえだろうけど、それでも70って年齢を考えたらきついよな。そういうことやね。2016年に肺炎になった時にタバコはやめたって記事見たけど、50年近く吸ってて4年間やめた程度じゃ肺は良くならない？良くなるわけねえだろ上皇。そうだろうね。ただタバコも個人差あって動脈硬化とかは誰にでも起きる。ただ肺気腫とか肺がんやっぱ個人差あるよ。遺伝子素因も強いと思う。俺の祖父めちゃくちゃヘビースモーカーです。90歳近くでだ時に体の CT 取ったけど、肺は割と綺麗だったもん。お前完全にお坊ちゃまの上級典型みたいなやつやな。大学院進むっていうのもそっちの方が楽だからとかしたたかな理由やろ。おめえみてえな精神性のやつでも治療自体はまともにやってくれるんか？大学院行く理由って大きく分けて2つで、大学でのし上がるか、開業した後そこの年の医師会で偉くなるかやで。あと医局によっては反強制のとこもあるからな。みんななりたくて大学院行ってるわけじゃないんやね。大学でのし上がるって具体的にどうすんの？行くだけでいいのか？論文いっぱい書く。上司に気に入られる。仕事いっぱいやる。海外に留学する。これをたくさんやればのし上がれるで。外科は手術の腕とかあるからよくわからん。詳しくはブラックジャックによろしくお嫁。あれは主人公みたいな熱血感な医師が存在しないということ以外は割とリアルや。ブラックジャックによろしくは、日本の医療の現状を描いた漫画である。
医学部を卒業した後、研修医になった斉藤栄二郎が、現実問題に奮闘する姿や上層部の無礼なやり取りなどがあり、テレビドラマでは、2話目に延命治療についての話を取り上げている。興味のある人は見てみてほしい。さすがに土方のおっさん患者を北三郎が治す話は斉藤は間違ってないよな。医療者同士のごたごたとか賄賂とか患者に付き合わせたらいかんやろ。北三郎とは、漫画の中で、年に250件もの心臓バイパス手術を行う敏腕の心臓外科医だ。第一内科編で登場する。難しいよな。あんまり話覚えてないが、だって全ての患者を北三郎が切れるわけじゃないんやで。自分のエゴで、自分の好きな患者だけを名医に切らせるのってどうなんやろ。実際に北三郎が主人公の患者切ったせいで、誰か一人の待機患者が手術後回しになってるわけだしな。それが許されるのかって思うよな。ただ自分の家族が同じ状況になったら俺は北三郎に土下座してでも手術してもらうよ。難しいけどそういうもんや。エクモも同じ。限りある資源を若い人に回すべきやと俺は思うが、俺も同じ状況ならどうするかわからん。あの漫画は抗がん剤と小児科、心外の話はほんとよくできてる。移植編と精神科編はちょっと違うかな。北三郎はさておきど肩たらい回しとかかわいそうだろ。まともな医療を受けさせてあげるべきだし金詰めとか卑怯やろ。どんな話やっけ？あんま覚えてないや。この前読んだばっかなのに、小児科の子供がたらい回しで寝ちゃうやつやっけ？あれはしゃあないよな。どうしようもない。1、2時の病院やし、むしろ軽症なのに病院に来るやつらが悪いと思う。喉頭がんにはならなかった。肺がんよりリスク上がるらしいが。その通り、というか多くのがんはタバコでリスク上がる。ただ乳がんとかは逆にリスク減るし、統合失調症とかはタバコ吸うといい影響出るらしい。だから精神科の患者ってタバコ吸ってる人多いし、精神科の医者もタバコは吸わせてる人が多い。リスクが上がるってだけで実際タバコががんの直接の原因って分かってないって聞くけどどうなん？そこら辺はいろいろ闇深い話だから分からんが。俺はもともとヘビースモーカーだったけど、COPD の患者にとってからは禁煙したよ。それでも吸うならあなたの自由。ただし YouTube とかで COPD とか調べてみるとええよ。辛いで。COPD とは、慢性閉塞性肺疾患のこと。タバコを吸うことで、気管支炎や肺胞の破壊により、肺機能が低下していく病気で、気管支喘息のような症状であるものの、病状がどんどん悪化していく。タバコは禁煙するも2週くらいしてからある程度は肺機能改善する。その後は変わらんが、なので全身麻酔の手術前は2週くらい禁煙してもらうわけ。なのでタバコ吸ってる奴らはコロナ落ち着くまでは禁煙することをお勧めするで。ちなみにこれは副流煙もやから、君が禁煙することで家族も守れる。マスク買うよりこっちの方がええと思う。アイコスでもダメ？禁煙に関するエビデンスで言うと、本数少なくするとか、ミリ数減らすのには意味がない。アイコスとかは知らんが、俺がアイコスの社長ならアイコスが普通のタバコよりいいっていう論文を金出して書かせるわな。モデルマウスとか使えば割と簡単にできるし。それがないということはお察し。多分あんまり差はないな。俺タバコ専門ちゃうからこれ以上はわからん。ごめんな。もしタバコ吸ってる人は、1日に吸ってる本数かける吸ってる年数が400超えたら1回呼吸機能検査、600超えたら肺の CT くらい取ることをお勧めするよ。あとは5年に1回は ABI とか頸動脈エコーするといい。そこで異常値出たら禁煙する方がええ。知的だからこのスレにずっといてずっと話聞いてたいわ。褒めても何も出ないで。受動喫煙はどれくらい影響あるの？動物実験の論文とかネットでググってもあまり出ないんだよな。あんまり詳しくないが、多分あるとは思う。これは、受動喫煙による成人への被害について、因果関係の多さとしては、肺がんと虚血性心疾患など、命に関わる病気の数値が高いことを示している。タバコがそれでもなくならないのは地獄の沙汰も金次第ってことか。とりあえずコンビニ、飲食店の前の灰皿は違法化してほしいな。それにしても、コロナの論文とか見てると中国ってすごいよな。コロナ患者へのアピガンの臨床実験とか2020年1月から始めてる。倫理委員会とかあるんかな？パブメドってサイトで見てみるとええ。確か膀胱がんとかはちゃんとしたエビデンスあるよ。そして放射線とかもそうだけど、タバコとかみたいなものの慢性摂取とがんの因果関係なんて調べるの大変やしな。他の要素が大きすぎるし。俺は公衆衛生とかよくわからんからこれ以上はパスで。国試何点だった？そんなん覚えてないけど、秋の模試で偏差値18だったことと、出しか9割近く取って受かったことは覚えてる。必修は97から8だった。あんなんただの暗記だからできたら頭ええとかないよ。テコムとかメックってまだあるのかな？これ系のスレで初めてまともな人見た気がする。いつの間にか、一気に罵声を浴びせていたスレ民は静かになっている。これ外せばいつでも寝る感じか。
奈良市村は4月1日に命日合わせに来てるな。外せるわけないやろ。機械止めたら、人材や。機械が血栓で止まるか、出血するか、感染症で、ぬかや。それまでは誰も機械を止めれん。どんなに地獄な状態でも、機械を止めることはできんのや。前例もあるしな。いわゆる高瀬船問題ってやつや。フラジャイル知ってる？すまん知らん。医者的に言うなら見るべきは、ブラックジャックによろしく、麻酔会花、医療の序盤、ドクターことドラマ版やな。ここら辺は割と調べてるんだろうなって思う。みんなブラックジャックによろしくの主人公見たくなりたくて医者になるんや。ただ3年もするとあの漫画の悪役の医者の言ってることすごくわかる。最近読み直して泣いてしまったわ。昔の青臭い自分がいた。抗がん剤は意味なしというセリフあるけど本当なの？精巣がん、血液がんなど明らかに有効なのは抜きで。抗がん剤って大きく目的は3種類。一つは副作用覚悟ですごい強い薬使って、がんの根治目指す。血液系のがんとか小児がんなんてまさにそうやな。二つ目は抗がん剤で腫瘍を小さくして、手術できるようにする、もしくは手術で取り残した腫瘍を術後に抗がん剤で叩くり。三つ目は手術適応ない患者の延命目的に抗がん剤を使う。一つ目と二つ目は意味ある。絶対にした方がええ。三つ目は昔はあまり意味なかった。ただ最近のオプジーボとかは本当にがん消えるからな。オプジーボは正しくは抗がん剤ではないが、その辺はスルーで。状況は変わりつつある。ただ化学療法も手術と同じで上手い医者と下手、そな医者がいる。これは事実。なので信頼した医者と相談するのがええ。志村行ったら本当にパニック化しそうだな。芸能界とか発信するやつも影響されるやつも多いから一般も相当混乱しそう。これが本当やばい。例えば藤波の嗅覚の話あるやん。あれってウイルス性感染ならよくある話で、1から2週で良くなる。対処は基本ほっとくだけなんやけど、多分耳鼻科は来週すごいことになるやろうな。自称コロナ感染者が押し寄せるはずや。根本的な話になるけど新型コロナウイルスは収まるだろうか？最終的には新型インフルの時見たくなるんだろうけど、それまでに何年かかるか。難しいな。感染から沼で早すぎる。ほんと怖い。このスレは、ここで終了。そして、このスレの3日後、志村さんは亡くなった。その翌日、一致が新たなスレを立てたのだった。以前に志村健について書いた底辺内会や、実を言うとスレ立てするの初めてで、こんなに反響があるのはびっくりした。バイト先の患者から俺のスレについて聞かれた時はほんとビビったで。コロナやエクモに関しては割といろいろ語られてるのもあるので、今回は延命治療、終末期治療についてつらつらと語ろうと思う。このあたりはみんな日常的に考えないし、考えたくないことだろうと思うけど、あえて語りたい。お前の言った通りだったな。みんな思ってたと思うで。例によって俺が医者かどうかは証明は不可能なので話半分に聞いてほしい。トースポみたいなもんだと思ってくれ。どこら辺が底辺なの？出世とな割とどうでもいいところ。日本語力については足りないのは許してほしい。また猛虎弁なのは自分の特定を防ぐためです。いつもの喋り方で書くとおそらくバレるので。続けろ。ありがとう。志村健さんが亡くなったことをつい2時間くらい前に知ったわ。バカ殿世代としてはすごく悲しいし、一つの時代が終わったんやなって感じる。そして自分のスレがこんなにまとめられてるのも初めて知ったで。ちなみにビップ速報さん虹色にしてくれてありがとやで。テレビでエクモの情報を紹介された時はすごい志村助かると希望に盲目的にすがってしまったし、前のスレを見て現実を突きつけられて信じたくなかったけど、ちゃんとした情報っていうのは前のスレみたいなものなんだろうな。残念ながらテレビでは言えることと言えないことがあるので、それはしゃあない。ただ俺から見ると末期の大本営発表みたいやなとは思った。例によって書き溜めしてないし、日本語も不自由なので、許してくれ。延命治療に関しては結局は倫理、生き方に関わってくるので一概にこれが正解とは言えない。なので基本的には客観的な事実だけ伝える。追加で俺ならどうするって話書くかもしれんが、それはあくまでも俺の一意見だということは理解してほしいで。訃報が届いてから、日本中、いや世界中に衝撃と悲しみが広がり、コロナへの危機感が一層高まった。志村さんが、熱や呼吸困難の症状が出てから、わずか10日ほどの出来事である。そこから1週間後、7都府県に緊急事態宣言が発出された。ここからは、一致が質問に答えてくれるという、ためになることが書いてあるので、どんどん見ていこう。適宜わかんないこととか、質問あれば答えるで、今回の内容に関係ないことでもええで、最後に時間とやる気、需要があればコロナとかタバコとかいろいろお話ししたい。一にとって、塗って何？俺的には心停止をと定義するで。脳とかはぶっちゃけ見たことないからよくわからん。コミュニケーション取れなくなった時点で人としては出ると思う。寝たきりで褥瘡作って警官入れて家族のエゴで生かされてるのを見るとかわいそうだなって思う。
下手に長生きすると婿とすら簡単に選べないっていう。その話もしたいと思う。延命治療についてよりもコロナとタバコの方が興味ある。前すれ普通に叩かれまくってるじゃん。正直言って読み返すとところどころ間違いあるし、みんなの指摘通りの部分も多い。もし時間があればそこについても少し話します。自分のはどう認識してる？26、聞きたい。子供ができて生命保険入ると自分のを考えるよな。あとは大学同期が去年死したりして、なんかいろいろ考えたわ。個人的には仕事もできず生命保険も入らないで家族に迷惑かけるならサクッと見たいわ。モルヒネとかをたくさん打って副作用で結果的に気を早めるとか、そういう消極的安楽は経験ある？その質問は難しいな。ただ最近は基本モルヒネとかあんま使わんし、使い方もブラッシュアップされてるので通常用量ではまず寿命を早めたりはしない。ただどうしようもない場合に軽い眠剤とかを点滴でいくセデーションというのはすることはよくある。まず人がに至る流れというのを簡単に説明するで、家族を見取ったことがある人なら割と理解できると思う。1、食事が満足に取れなくなる。2、血圧が下がる、意識レベルも低下する。3、自発呼吸が落ちる、もしく呼吸を保てなくなる。4、心停止という流れや、もちろん急性疾患の場合途中をすっ飛ばすことはよくある。心室細動でいきなり心停止したりとかな。そしてここで頭いい人は気づいてるかもやけど、脳というものはあえて話していない。脳に関しては難しい話やし、突っ込みどころも多いので例外として今回は話さんで。そしてそれぞれの段階に対して治療がある。入院費やら延命治療はバカ高いって聞いたけど、年金で賄えるもんなのか？年収とかによっていろいろ違うが、ある程度以上はみんな同じ値段になる。1、心停止。これに対する治療は胸骨圧迫、そしてこの前話したエクモ、特に VA エクモやな。ここに関しては前のスレでは勘違いしてて、志村健は VA エクモだと思ってたが、実際は VVA エクモだったらしいな。まずは胸骨圧迫に関して、いわゆる心臓マッサージってやつや、みんなも教習所で習ったと思う。これはすごい大事で、交通事故とか不整脈で心停止した場合、これをすることで予後が大きく変わる。俺ももし出先でいきなり心停止したら心臓マッサージしてほしいと思う。ただ末期がん患者や高齢者にこれをするかはかなり微妙。よく緊急病棟24時とかのテレビ番組で胸骨圧迫のシーンがあるが、首から上は映ってないと思う。それはプライバシーの配慮もあるが、テレビに映せるものでないという理由もある。テレビに映っているものは、実体のほんの一部。映っているものだけを鵜呑みにしてはいけないのだ。こういったリアルな部分の話が聞けるのは、5チャンネルの醍醐味だろう。透析とかだと負担金の上限が低い。他にも公費持ってたら大半は払わなくてよかったり。なぜかを説明するで。胸骨圧迫というのは本当に胸をグイグイ押す。そんなのを高齢者にしたらどうなるか。胸骨とか肋骨はポキポキ折れる。折れた骨は肺に刺さる。実際は吐血してる人もいっぱいいる。加藤純一の言ってたことは本当なんだな。お二人にプシュップシュッて吐血するんやな。 VA エクモについてはさらっといくで。これは静脈と動脈をバイパスして呼吸のサポート、つまり酸素を血液に入れる作用と二酸化炭素を吐き出す作用を代替する。また心臓の動きをサポートすることもできる。これも手術期管理とか、突然心停止、心機能低下した場合は鬼強い。胸骨圧迫も VA エクモも健康な人が突然心停止したりした場合には、効果を発揮する。交通事故とか不整脈、コロナで激症化した場合もそうかもな。ただ1から4の流れでじわじわ弱ってる人にしてもいい、あまり意味がないというか苦しめるだけだと思う。とても本人の同意とは思えない例もある。医者ってのはな、病気を見るんじゃねえんだ。患者を見るんだよ。その話も、後で軽くするで。そういう感情論もいいけど、日本は法治国家だから理屈が優先。100歩譲っても勝手に呼吸器外す行為が患者に向き合ってるとは到底言えん。勝手に医者が呼吸器外すことはできんで。判例もあるしな。3、自発呼吸の低下や。これにはいろいろ対処がある。VVA エクモ、相関、CPAP、ネーザルハイフロー、これはいろいろ使い分けがあるので、そこらあたりも軽く語る。VVA エクモは静脈と静脈をバイパスして肺の役割を代替する。志村健がしてたというやつやな。これはかなり強いリスクについては VVA エクモに準ずると思ってくれ。相関というのはちゃんと言うと気管相関、いわゆる人工呼吸器や。これは機械を使って酸素吸ったり二酸化炭素出すのを代替する。CPAP というのはでっかいマスクをつけて、酸素を吸うのをサポートするで、ちなみに空気をたくさん使って押すことで、呼吸もしやすくすることができる。心不全患者とか太った人の SAS なんかによく使うな。ネーザルハイフローというのは、簡単に言うと CPAP の花番みたいな感じや。詳しく言うと全然違うが、CPAP との一番の違いは口が開くので食事取れたり痰を取れたりすること。この二つは一長一短や。
わかりやすくガンダムで説明すると、VV エクモ、ニューガンダム、機関相関、ヤクト動画、シーパップ、ギラ動画、ネーザルハイフロー、ジェガン、だと思ってほしい。強さ的にもこんな感じやが、大事なのは上2つは違うということや、VV エクモと機関相関の2つの良い点悪い点について語る。上2つは酸素を取り込むだけでなく、二酸化炭素を吐き出すのを増やすことができる。つまりこれはファンネルみたいなもんやな。実は下の2つも裏技で2段階ピークとか使えば多少はできるが、まあ所詮は量産機や、たかが知れてる。次に悪い点、これは一度つけたら外すのが難しいことや。勝手に外したら訴えられるし、下手したら、人材や。俺 CPAP 持ってるからコロナ来ても生きられるかも。SAS でもあるんか？ SAS とは、睡眠時、無呼吸症候群のこと。眠っている時に、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気で、SAS は、日中に眠気が強くなるほか、生活習慣病と合併していることが多いのだ。次は血圧低下や。この場合は点滴をたくさんしたり、消圧剤を使う。消圧剤は主に血管を、締めて血圧上げるものと、心臓自体の働きを強くするものがある。血管を締めて血圧上げるのは、水巻ホースを指で締めたら強い勢いで水が出るやろ。そんな感じや。どちらもずっと使うと当たり前だけど体に負荷がかかる。あとは基本的には消圧剤って劇薬だから、細い点滴からは入れれない。なので CV っていう太い点滴から行くで。最後に食事が取れない。これは体調悪くて、一時的に取れないではなくて、高齢者や末期がん患者で食事が全く取れなくなった場合の話。胃ろうや長老 CV で栄養を言ったりする。胃ろうや長老は極端に嫌がる人はいるが、俺はそこまで悪くないとは思う。ただあまりいいイメージないのは事実だよな。CV っていう太い血管から栄養剤を点滴する場合もあるが、点滴の中身ってブドウ糖、アミノ酸、ビタミン、たまに脂質入れたりする。要するに砂糖水、アミノサプリ、ビタミンサプリ、油だけで生きてくれってことや。当然限界がある。これでやっても3から6ヶ月でいずれなくなる。ここまでがいわゆる、終末期医療ってやつや。よく積極的な蘇生をしない、DNAR というのを言うが、これも競技と抗議の DNAR がある。競技の場合3、4に対する対象しない、抗議の場合1、2、3、4の全てをしないと思ってもらっていい。これは特に急性期と慢性期ドクターでたまに行き違いが起きる原因になる。海外はあんまり経過栄養しないらしい。そうらしいな。留学生もそう言ってたわ。ここでどこまでするかってのが問題になる。例えば末期がんの患者で食事取れない人に色を作るか、認知症でボケボケ、ご飯食べないおばあちゃんに色を作るのか、さらにはそういう人が悪化した時に気管相関するのか胸骨圧迫するのかって話や。ちなみにさっきの認知症の場合、みんな大好きアメリカとか北欧では色も点滴もしないでお迎えることが多いようや。これは実際にあっちの医者に聞いた話やで。日本人からしたら少々残酷に聞こえるよな。なので、みんなももし急変したら、どうするかは考えてみてくれ。コロナも蔓延してるし、若い人も人ごとではないはずや。参考までに俺の場合、コロナで激症化したらどこまでするか言うで。俺は気管相関まではしてほしいし、嫁や子供は最後まで粘ってほしい。PCPS もガンガン回す。タバコ吸わない母親は気管相関してほしいが、ヘビースモーカーで高齢の父はしてもCPAPかネーザルハイフローまでやってほしい。祖父祖母は認知症入ってるし、85歳過ぎてる。疲労もしないし、CV も入れんな。こういうのをみんなが集まる正月とかに話せればベストなんやがなかなか難しいよな。コロナを機に、自分や身近な人のが遠くないことを実感した人は多いのではないだろうか。今はコロナがかなり落ち着いてはいるものの、日本では災害も多いため、もし、家族や自分の身に何かがあった時の対処法、話し合ったり書き留めていたりすることをお勧めする。どう？最近忙しくなってる？最近はそこそこ忙しいで、ハム太郎さんとか大腸菌くんのおかげで寝させてくれへんで。ちなみに、コロナ対策サクッと言うよ。まずは基礎疾患ある人は外出控えた方がええ。特に糖尿病とかリスク高い。タバコも落ち着くまでは控えた方がええ。あとはニュースとかではあまりやらんが、交通事故気をつけた方がええで。最近は場所によっては ICU 埋まり気味や、今後血液製剤とかも足りなくなる可能性あるし。正直言うとこの時期にトラックとかにはねられたら、本当は助かるもんも助からんで。1ヶ月前に母ちゃんが食道静脈瘤破裂で救した。ずっと前から肝硬変になってたのにアルコール摂取がやめられず、虚しい。まあお酒やめられないのは病気だからな。東秀夫も結局早にしたしな。昔精神科の先生に聞いたら、一週間酒を立てない人間は潜在的にアル中らしいで。俺はアル中やな。人間は変な方向に進化しすぎたんだよ。生物として自分で接触できなくなったらそれは命の終わりを意味する。
倫理というわけのわからない言葉でそれをねじ曲げている。延命治療は罪だと思っている。それを自分が食えなくなった時にできたらその通りや。実際なかなか難しい。自分が沼でに安楽認可されてねえかな。安楽はスイスやアメリカの一部の州、カナダやオーストラリアなど14カ国が法律で容認している。日本では積極的な安楽は容認されておらず、安楽や自に加担すれば捕まってしまう。医師の下で延命治療を施さない括弧消極的時は4つの条件を満たせば容認されるが、病気で苦しみ回復が不可能になった時に起用されるため、元気なまま安楽を選ぶことはできないのだ。ぶっちゃけ無理やと思うで。いろんな利権もあるからな。人のというものはなかなか大変なんや。喘息持ちもコロナやばいの？リスクといえばリスク。ただインフルとかもそうだけど、こういう病気って喘息めちゃくちゃハイリスクなんだが、コロナに関にしてはそこまででもない。それよりも糖尿病とか喫煙とか心疾患の方がハイリスクなのが不思議。末梢の肺炎だし、もしかしたら肺の血流不全とかが関係してるのかなとか考えたりもするが、専門でもないしよくわからん。ただ喘息の薬、特に吸入はしっかりした方がええで。了解しました。糖尿は免疫も下がるらしいね。心疾患はなんだろう、よく薬が呼吸器とキンキになってたりする。俺の親はタバコスパスパ君やし、糖尿病もある、心不全もある。いわゆる数え役満だから割とハラハラするで。まあ自業自得といえばそれまでやが、医者の割には軽い自我だな。について深く考えるのは宗教家とか哲学者の仕事だと思ってる。親がだりしたらまた深く考えるのかもな。宗教家や哲学者に限らずについては広く考えるべきじゃないかな。例えば倫理委員会は宗教家と哲学者でできてるのかって言われるとそうじゃないでしょう。実際は誰か委員会に参加しているかは場合によるだろうが、宗教家や哲学者だけとは思えない。癌の専門医が自分が癌になった時動揺して怪しげな民間療法にまで手を出したって話をテレビで見た。これは怖いな。俺も便潜血陽性で割とビビったし、俺も末期癌だったりしたらどうすればいいかわからんくなるかもな。自分がどうなるかすぐ分かってしまうのも考えものや。俺の知り合いのドクターは大腸がん検診は絶対にしないと言ってたな。60過ぎたら考えるけど毎年やるのは非生産的だし、50以前に大腸がんなるのはほぼ遺伝的要素持ってるやつに限られるからって理由。便潜血は安いし毎年やってもええと思うけどな。便潜血検査とは、便をスティックで採集して血が混じっていないかを見る簡単な検査。陽性と言われた場合は、大腸がんの可能性があるのだ。カメラを使った検査よりも気軽にでき、健康診断に含まれていることもある。個人で受けても、1000円から2000円ほどでできるので、気になる人は受けてみよう。市外には便潜血で毎年一喜一憂するぐらいならやらねえってことらしい。日本人は大腸がん多いしな。ただ指示がある人とかは正直する必要はないと思うで。CPAP なんで日本だとレンタルなの？どうしてやろうな、割と謎や。よくコミュニケーション取れなくなっても耳は聞こえてるって言うけど、そこはどう思う？神経内科医に聞いたらあるとは言ってた。脳判定にもは前庭反射入ってるしな。それとは別に患者遺族のケアのために言うこともあるで。人は最後に何か伝えたいこともある。俺も明らかに出ても家族が来て一通り話してから某確認することはよくあるしな。遺族のケアは大事やで。やらしい話すると家族に訴えられないためにもな。ありがとう。聞こえてると信じてたくさん話しかけてよかったよ。サットって何パーセントからヤバいの？ルームで一概には言えんが、普通の人が普通の場所にいるなら90以下は割とピンチや。ただ SPO2 は測り間違えとかが起こりやすい検査やし、低酸素の場所に行けば普通に低くなる。富士山のてっぺんだと 95% くらいらしいで。 Y の親父、前立腺がんの治療開始直前に中皮腫が見つかって、手術で片肺取ってめっちゃ弱ってしまったところに前立腺がんの治療も並行してやるって言われて、抗がん剤飲まされた1週間後に間質肺炎発症してあっさり行ってしまったんだけど、今思えば前立腺がんなんて数年ほっといても無がんじゃないのに、中皮腫の容態が安定してから前立腺の治療してもよかったんじゃないか、間質肺炎になったのは前立腺の抗がん剤の副作用じゃないのかって未だに思ってるんだけど、どう思う？もう数年前の話だから今さら訴えたるとかそんなんは思ってないけど。難しいな。前立腺がんでもホルモン療法とかならそんなリスクないしな。そもそもが悪性中皮腫自体がかなりリスク高いということは覚えといてほしい。やっぱそうか。でも中皮腫にかかって何年も裁判で争ってるおっちゃんら見たら、なんで親父は半年も経たずにって思ってしまうわ。中皮腫とは、臓器を包む膜、中皮に腫瘍ができてしまう病気。臓器が腫瘍で圧迫されると、例えば肺の場合は、呼吸が苦しくなったり、発熱や体重減少が見られるが、早期に発見できないことが多い。で、君に伝えれてよかったわ。終わりならおつ。全然関係ないけど、クローズアップ現代に大曲先生出てる。
この人めっちゃ頭いい先生やで。みんなテレビ見てくれ。確証はないが、医師の一致による解説は、ためになるものが多かったのではないだろうか。公式では、700万人。実際は2000万人の死者を出したと言われている新型コロナウイルス。2023年6月現在は、インフルエンザと同じ5類に分類され、収束しつつあるように見えるが、高齢者や持病持ちの人にとっては脅威であり続けることは確かである。ニュースを見ているだけではわからない、医師の本音が知れる興味深いスレだった。皆さんは延命治療についてどのように考えているだろうか。自分だったら、そして、自分の家族だったら。正解のない問いだからこそ、いろんな意見をコメントしてもらえると嬉しい。最後までご視聴いただきありがとうございます。苦しさから解放されたいと駆け込む病院や、コンプレックスを克服するために取り入れる美容法、その選択によって、取り返しのつかないことになってしまったら、と考えるだけで胃が痛くなる。皆さんは病院選びで失敗した、という経験があれば教えてほしい。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。